市はですね、次世代エネルギービジョンの中でですね、古式についての位置づけをエコアイランドということで捉えているわけですが、今現実にこうして古式で、電気自動車が走るということはですね、夢にも思っていなかったことですけど、実際に、しかも40代ですね、一挙にということで、島民の方々もびっくりしていると思いますけど、素晴らしいことだったと思っています。これが実現したことに感謝を申し上げたいと思います。そしてまた今後も引き続きですね、古式が一本化される橋ができますので、その時はですね、さらに古式が生まれ変わるような CO2 の排出がないですね、島ということで全国的に有名になることを期待しております。今回導入いただいたこの40台の電気自動車は、この電気自動車導入するだけで終わらせたら非常にもったいないというふうに我々は思っています。電気自動車というのはやっぱり走る電池って言われてまして、一つの電力の需要としてもですね、非常に重要なものになると思ってます。ですのでこういう離島ではですね、再生可能エネルギーの導入に困ってますので、そういったところでこういう電気自動車の活用っていうのを今後どんどん促進していければなというふうに思っております。離島はですね、過疎化の影響でどんどん電気の需要っていうのが下がっていってるんですね。あまり電気使わないところに再生可能エネルギーがたくさん入りますと、この電力のシステムが不安定化したり、逆に電気がこう余ってくる状況になったりするんです。ですのでこういう電気自動車で電力の需要を作ることで、再生可能エネルギーの導入拡大につながっていくというふうに我々考えております。ですね、やっぱり電気自動車乗っていただいたことのないお客様がいっぱいいらっしゃいましたので、やっぱりですね、実際にお客様に乗っていただいて、で電気自動車の良さ、これを実感いただいて、で世の中にどんどん発信いただきたいなと、それを通して、電気自動車の普及に、つながっていければいいなというふうに思っております。室内にコンセントがついてまして、電気を取り出せると、一般家庭の、使う電気量の2日分、取り出せるということでございますので、かなりの使い勝手があります。この電気自動車 ENV200 がですね、この上古式島を、縦横無尽にですね、走り回る姿、これを想像すると本当にワクワクします。楽しみにしております。